ついに、最上型護衛艦が VLS 装備のため、改造という情報を入手したよ。最上型護衛艦に念願の VLS 装備だな。今回はそんな最上型護衛艦への、後日装備のはずだった VLS について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。日本の防衛を考える上でのガイドラインになっているのは、安全保障政策の基本指針として定められ、時の政府閣議決定で進められる国家防衛戦略で、2022年12月に最新版の策定が行われたんだって。国家防衛戦略はそれ以前までは防衛計画大綱と呼ばれていた文書で、2022年末に現在の名称に変更になったけど、その内容は最後だった2019年度以後の防衛計画大綱の骨子をそのまま引き継ぐ形になっているみたい。その国家防衛戦略の中では、海洋国家として日本を防衛する中心に海上自衛隊を置いているようで、4個護衛隊群、2個護衛艦掃海艦艇部隊群、6個潜水隊、哨戒機9個隊をその戦力の中核部隊として位置づけているよ。それらの部隊に属する具体的な艦艇数の内訳だけど、護衛艦54隻、潜水艦22隻、哨戒艦12隻体制が明示されていて、それ以前と比べると最後の哨戒艦という艦種が新たに追加された状況と言えるようだね。護衛艦54隻、潜水艦22隻体制は2014年度以後の第25期防衛計画大綱から継続されているもので、その前の2011年度からの第22期の同護衛艦48隻、潜水艦は同数と比べると体制増が打ち出されたものになっているんだ。そんな海上自衛隊艦艇の中では造成基調にある護衛艦だが、2024年時点でイージス護衛艦 DDG 8隻、ヘリコプター護衛艦 DDH 4隻、以下汎用護衛艦 DD 等が装備されている状況になるぜ。2023年度からの防衛予算案増額に伴い、護衛艦の中で最も高額なイージス護衛艦2隻の新規建造が決まっていて、日本独自のイージスアショア代替目的のイージスシステム搭載艦2隻の建造も予定されているな。一体いくらお金がかかるんだろうね。こうした状況下で数の上で今後の海事艦艇の中核となると見られているのが、2022年春から収益を開始した最上型護衛艦で、直接的には阿武隈型護衛艦 DD 代替目的で配備が始められた艦艇だよ。最上型護衛艦の基本仕様は、基準排水量3900トン、満載排水量5500トン、全長 133.0 メートル、最大幅 16.3 メートル、深さ 9.0 メートルの艦隊で、海事艦艇としては初の艦式号 FFM が付与された艦としてもよく知られているよね。この最上型護衛艦新造にあたって付与された新たな艦式号である FFM について説明すると、艦艇の規模を表すフリゲート FF、多用途、対機雷戦闘を表す M から命名されたと言われていて、汎用性の高い水上戦闘艦を目指していることが伺えるらしい。最上型護衛艦は、機関構成として CODAG 方式を採用、ガスタービンエンジン1機とディーゼルエンジン2機を組み合わせていて、最大出力7万馬力で最高速度は30ノット以上と公表されており、低燃費と高速性能の両立を図っている艦ということだろうな。兵装としては、62口径5インチのマーク、45を主砲として1機、マーク、41型 VLS を1機16セル、近接防空用シーラムを1機、対艦攻撃用としては国産の17式 SSM4 連装発射筒を2機、324mm の3連装単魚雷発射艦を2機などの装備が前提となっているぜ。フリゲートは他国の排水量で言えば4000トンから5000トン台の同クラスに分類され、主兵装である VLS 垂直発射艦を32セルや24セルなど装備していることと比べると、最上型護衛艦の兵装は比較的抑えめと言えるかもしれないな。しかし最上型護衛艦最大の特徴は、その外観から容易に想像できる高度なステルス性能であり、艦橋上部に複数のレーダーやセンサ類がきれいにまとめられ、敵のレーダーへの反射断面積低減を強く意識していると見て取れるよ。それだけではなく、最上型護衛艦は消費とかにも注力されていて、
定員の乗組員数は約90名とされており、同艦が大体対象とした阿武隈型護衛艦は120名だから、25% も乗組員数の削減を実現した艦艇になっているんだ。さらに最上型護衛艦は満載排水量5500トンもの大型水上戦闘艦なのに、従来はもっと小型の専用掃海艇が担当してきた対機雷戦闘を行う能力も与えられているから、コンセプトの多用途性の実現が図られていると言えるんじゃないかな。この対機雷戦闘用として最上型護衛艦には、専用の対機雷戦用の9991ソーナーシステムを実装しており、また無人機である機雷排除用の水蒸気 USV と機雷捜索用の自立型水中高層式機雷探知機 UUVOZZ を運用する能力も備えているらしい。敵の散布した機雷を取り除く機能に加えて、最上型護衛艦は簡易型の機雷敷設装置を実装するので自身が機雷敷設もできるようになっていて、有事の際には対象となる海上封鎖にもその能力が期待されているわけだ。数々のこうした新機軸の導入によって多用途な水上戦闘艦として、これまでの海上自衛隊の艦艇にはない機能を実現させた最上型護衛艦だが、阿武隈型以後の初雪型や朝霧型の DDO も全ての代替となるべく22隻という、大量の建造も考えられていると推測された時期もあったようだな。特に2018年度に出された関係文書の中には、最上型護衛艦は2018年度以後2037年度までの間に総数22隻を建造し、各々の艦艇を建造から40年間維持運用するという記述があり、前述の推察が現実味を帯びていたらしいぜ。しかし2023年1月末、防衛装備庁が最上型護衛艦の次級となる新型 FFM の企画提案を行う事業者を募る工事を行ったんだけど、同艦の建造は2023年度分までの累計12隻で終了することが明らかになったね。ここで防衛装備庁は新型 FFM を2024年度分から10隻新造する方針を示していて、さらに同年8月末には新型 FFM の建造を2024年度から2029年度までの6年間で総数12隻とすると発表したんだ。この方針変更の理由は現行の最上型護衛艦の使用に不十分な点があると判断したせいだとは説明されていないんだけど、日進月歩を続ける軍事技術の速度に対して、既存艦を22隻も建造を続けることに疑義が生じたと見る向きが多いみたい。さてさらに新型の FFM 建造計画も動き出した中で、既存の最上型護衛艦は6番艦アガノがすでに2022年末に進水を終えており、2024年3月には実戦配備される予定で、そして7番艦に淀と8番艦優別も寄港されているよ。ちなみにこれらの艦名は日本の河川に由来しており、仁淀は仁淀ブルーが有名な四国の川であり、湧別は北海道の湧別川だな。残る4隻の最上型護衛艦も計画通りに2023年度計画で2隻、2024年度計画で2隻が建造予定で、2025年度分以降では2隻の新型 FFM の建造費用として1747億円を予算要求する予定らしい。このように最上型護衛艦の建造が続く中で、2024年3月6日に海事の幕僚長が行った記者会見で同艦の主兵装であるマーク41型 VLS について、1番艦最上から10番艦までの10隻に新造時に装備されないことへの質問が飛んだよ。最上型護衛艦の主兵装であるマーク41型 VLS 1機16セルは、10番艦までは建造時には実装されず後日装備という対応が続けられていたためで、一部の SNS 上ではこの事態を憂慮して、最上型護衛艦の戦闘能力を疑問視する声も上がったほどなんだ。最上型護衛艦のマーク、41型 VLS 1機16セルについては、運用すべきミサイル選定に時間がかかるとして今日に至るまで実装されていないが、予算は2024年分まで調達が組み込まれているぜ。前述の幕僚長はこの質問に対し、最上型護衛艦へのマーク、41型 VLS 1機16セル装備についての時期の明言は避けたが、
予算は確保済みだから然るべき時期に部隊運用に支障が生じないタイミングで実装すると返答したらしい。折しもちょうどオーストラリア海軍が、既存のドイツ MEKO200 型フリゲートをベースとした、同海軍のアンザック級フリゲートの代替艦の候補の一つとして最上型護衛艦を挙げたこともあって、世界でも注目されているみたいだね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2024年8月26日、防衛省統合幕僚監部は26日午前11時29分から同31分にかけて、長崎県の男女群島沖の日本領空を中国空軍の YQ 情報収集機1機が侵犯したと発表したよ。それによると、中国軍機は同日午前10時40分頃から男女群島付近で旋回を始め、約2分の艦領空を侵犯して午後1時15分頃に同群島付近での旋回を終えて飛行してきた大陸方面に飛び去ったとしているな。今回はそんな中国軍機が日本の領空を侵犯し、日本政府が厳重抗議した件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、この中国軍機の領空侵犯に対して、航空自衛隊西部航空方面隊の F-15 戦闘機と F-2 戦闘機を緊急発進スクランブルさせて対応し、直ちに領空から退去するよう警告し、武器使用はなかったよ。防衛省がこれまでに発表してきた領空侵犯事例は46件あり、そのほとんどはロシア機によるもので、直近では2023年令和5年10月31日に、ロシア軍所属とみられるヘリコプターが北海道根室半島沖で領空侵犯した例などがあるけど、中国の航空機による領空侵犯は過去に2例が確認されているね。最初の領空侵犯は2012年平成24年12月13日に尖閣諸島沖縄県石垣市周辺で、中国国家海洋局の Y-12 輸送機1機が領空を侵犯したため航空自衛隊の戦闘機がスクランブルをかけた。二度目は2017年平成29年5月に、やはり尖閣諸島周辺の日本領海に侵入した中国海警局の艦艇から発艦した小型無人機ドローン1機が領空侵犯したのを自衛隊が確認していたもので、いずれも中国の公的機関による領空侵犯ではあったけど、中国軍機による領空侵犯が確認されたのは今回が初めてなんだ。このため航空幕僚部では事態を重大として受け止めているとして、日本政府が厳重抗議を行い防衛省では領空侵犯の意図を分析するとともに、引き続き警戒監視に万全を期すとしているな。日本領空を侵犯した中国空軍の YQ は本来、多用途中型輸送機として開発された4発のプロペラ機で、中国軍では更新ハイテクプロジェクトとしてこの機体をもとに数種の特殊任務機を開発していて、それらは早期警戒機、対戦哨戒機、電子戦機など多種に及んでいるが、今回飛来したのは中国空軍と海軍も運用している YQ 情報収集機とされているぜ。この情報収集機は、YQ-JB あるいは YQ-JZ、GX-8、タカシン8号と西側で呼ばれている SIGINTELINT 型、通信、電磁波、信号などの通信用電波傍受や、非通信用レーダーなどの電磁放射の情報を収集して、情報諜報活動を行うの情報収集機で、機種、前部胴体側面、後部胴体側面にアンテナを装備しているため識別しやすいってわけだ。防衛省統合幕僚監部によると、領空侵犯となる恐れがある外国機に対する航空自衛隊戦闘機による、スクランブルの回数は2023年令和5年度には669回発生していて、そのうち中国の航空機によるとされるものが479回あって全体の約 72% に上っていたみたい。これまで中国機の活動範囲は主に尖閣諸島周辺だったんだけど、最近になって九州の西方沖で無人機を飛行させているのが目立つようになっているね。今回、長崎沖の男女群島の領空において有人の、しかも中国軍の機体が侵犯してきたことについて、中国が東シナ海での活動を活発化させていて、この先さらにエスカレートしていく可能性があると指摘する声が自衛隊内部などで上がっているんだって。
今回の中国軍の有人機による領空侵犯に対して、インターネット上などでは領空侵犯した中国軍機は撃墜すべし、といった内容の過激な投稿が散見されているけど、こうした領空侵犯機に対して自衛隊が取るべき行動は限られているのが現状なんだよね。航空機が他国の領空内に許可なく侵入することは領空侵犯として明確な国際法違反であり、領土及び領海の上空に広がる領空には、その国の排他的な主権を侵害するものとされるため、領空侵犯が発生した際には、戦闘機を発進させて警察活動の一環として侵犯機に対応するわけだ。日本においても、こうした領空侵犯機への対応については法律の規定に基づいて実施されていて、そのことは自衛隊法第84条に記されているぜ。自衛隊法第84条領空侵犯に対する措置では、防衛大臣は、外国の航空機が国際法規または航空法昭和27年法律第231号その他の法令の規定に違反して我が国の領域の上空に侵入したときは、自衛隊の部隊に対し、これを着陸させ、または我が国の領域の上空から退去させるため必要な措置を講じさせることができるとあり、これは国際法規または航空法その他の法令航空法第126条や出入国管理及び難民認定法第3条などに違反して、無許可で日本の領空を侵犯した外国の航空機に対しては、これを自衛隊の基地などに着陸させるか、あるいは日本の領空から退去させるために必要な措置を取ることができるというものだな。この場合の必要な措置の内容について、過去の国会答弁などでは領空侵犯機の確認、日本の領空を侵犯している旨の警告を行う領空外へ速やかな退去させるか、または自衛隊基地などへの誘導に従わせるとの段階的な措置を経るとされており、それに従わない場合にのみ武器使用を認めるとされているよ。さらに最後の武器使用についても、まずは領空侵犯機に対して照準を合わせず機関砲などを発射するものとされていて、領空侵犯機が自衛隊機に対して攻撃を行わない状況であるのにいきなり撃墜することは禁じられているんだ。つまり、スクランブルを実施中の自衛隊機パイロットにおいては、現場で個人的に判断することは許されず、もし何らかの攻撃を受けたとしても攻撃を受けたことを報告した上で、方面航空隊司令官などによる命令がなければ応戦することもできないわけだ。しかし、このことによって自衛隊パイロットの生命が危ぶまれることになるため、最近の政府見解では領空侵犯機が突然自衛隊機に攻撃を仕掛けることがあって、報告の上で応戦許可を求める余裕がない場合などには、パイロット個人の判断で武器を使用することができるとされるようになったな。ただし、今回の場合は領空侵犯機がおそらく非武装である情報収集機であることから、自衛隊機が撃墜することは認められないとの見方だぜ。この事件について中国の SNS ウェイボでは日本や香港のメディアの報道が転載されたが、中国国民は、7月に海上自衛隊の護衛艦スズツキが無断で中国領海を一時航行したことについて触れ、今回の領空侵犯については報復でありよくやったなどとの声が上がり、意趣返しとして肯定的に捉える投稿が相次いでいるよ。また、このところイタリア海軍の空母カブールなど NATO 諸国海軍の艦艇が相次いで来日し、アジア太平洋地域への関心が高まっていることから、領空侵犯がそれらへの牽制ではないかとの見方もあるみたい。ただ、日本政府からの厳重抗議を受けた中国外務省は、林健報道官が27日の記者会見において、中国はいかなる国の領空にも侵入するつもりはないと表明した上で、事件の詳細については現在関係部門が状況について調査、確認しているところだと述べるにとどめ、領空侵犯は意図的なものではなかったとの認識を示し、日本政府が中国側に抗議していることについては双方が既存のルートを通じて意思疎通を保っているとしたぜ。折しも27日から自民党の二階俊博元幹事長ら超党派の国会議員による日中友好議員連盟の訪中団が北京を訪問しており、新型コロナウイルス災いによって停滞していた日中間の政治往来を活発化させようとの動きを見せているが、今回の領空侵犯がこうした機運に水を差す恐れが生じているな。
日中間では2018年平成30年に、自衛隊と中国軍の偶発的衝突を回避することを目的とする、相互通報体制海空連絡メカニズムの運用が始まっていて、2023年令和5年5月には両国の防衛当局幹部間直結のホットラインが開設されているけど、この先中国軍による領空侵犯などの活動がエスカレートし続けることで偶発的な衝突が発生する可能性は否定できず、このタイミングで訪中している二階氏をはじめとする親中派の議員団が、何か具体的な行動を示すことができるのかが注目されているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。アメリカ軍をはじめ航空自衛隊や西側諸国の空軍の多くに導入され運用されている、ロッキード・マーティン製の第5世代ステルス戦闘機 F-35 ライトニング2に搭載されているエンジンが F-35 の最新バージョンでは、その能力を発揮することができないとして、新たなエンジンの開発が急がれているね。F-35 にはプラット&ホイット 2P&W 社製の F-135 アフターバーナー付きターボファンエンジン1機が、通常離着陸型 CTOL の A 型、垂直短距離離着陸型 STOVL の B 型、空母艦載機型カトーバーの C 型の3つの派生タイプに搭載されているな。今回はそんな F-35 のエンジン更新が急がれている理由について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、F-135 は高圧圧軸と低圧圧軸の二軸式ターボファンエンジンで、高圧圧縮軸として6段式高圧圧縮機を1段式高圧タービンで駆動させ、低圧軸としては3段式低圧圧縮機を2段式の低圧タービンで駆動させる二軸で構成されており、高圧圧縮機のタービン軸と低圧圧縮機のタービン軸が逆回転するようになっている同軸反転形式のエンジンだね。A 型 CTOL に搭載される基本型とされる F-135PW100 と C 型カトーバーに搭載される円蓋対策が施された F-135PW400 の大きさは、全長 5.59 メートル最大直径 1.17 メートル空気取り入れ口直径 1.09 メートル重量 1701kg で、その推力はドライ時で 128.1kN、アフターバーナー使用時で 191.35kN という高出力を発揮するよ。垂直及び短距離での離着陸が可能な B 型 STOVL に搭載される F-135PW600 は、前方に上昇用のリフトファンが備えられ、垂直離着陸時にはエンジンノズルが真下に変更してジェット噴流を下に放出するという特徴を持っているんだ。アフターバーナーはノズルを下に変更させた際に滑走路を傷める恐れがあるため、垂直離着陸時には使用できず、それと同時にドライ時最大推力も制限されることになるってわけ。また、エンジン本体のサイズも少し異なり、インレット直径は 1.168 メートルとほぼ同じながら、エンジン最大径は 1.27 メートルとなり、後方のリフトファンの直径が 1.30 メートルとなってリフトファンも含めた全長は 9.37 メートルだな。F-135 は整備性の簡便さに主眼が置かれた設計となっていて、そのため同じ第5世代ステルス戦闘機である F-22 ラプターに搭載されている同社製の F-119 に比べて部品点数が約 40% 削減されているだけでなく、すべての部品が通常的に使用する6種類の工具で脱着交換できるように設計されているため、F-119 と比べると整備のための支援設備が 50% ほど少なくなっているとされるぜ。また、プラット2&ホイット2によると、F-135 は20万飛行時間を経たエンジンにおける飛行作動中に停止して再起動できなかった事故の割合が、F-15 イーグルなどの第4世代ジェット戦闘機に搭載されている F-100 ターボファンエンジンなどに比べて、13分の1という低率であるとしており、信頼性はかなり高いらしい。これは F-135 に2機の全自動デジタルエンジンコントロール FADEC が搭載されているためで、電子制御システムに対するバックアップ機能を持っているほか、すべてのアクチュエーターにもバックアップとして2機の電気油圧式サーボバルブ EHSV が備えられているなど、
万一の時のためのバックアップ機能が優れているためとされているぜ。このように F-135 は F-35 の初期型においてはその能力を発揮するのに十分な性能を持ったエンジンであったんだけど、米政府説明責任局 GAO が2023年に公開した報告書では国防総省は F-135 においてシステム全体の冷却要件とブリードエアを供給するエンジン設計が一致していないことを知りながら開発を進めたため、エンジンのオーバーホール設定が2000時間ごとから1600時間ごとに早まったとした上で、この影響によってアメリカ軍はオーバーホールの追加費用として380億ドル約6兆230億円が必要となると指摘したよ。国防総省は当初、F-35 の電力冷却システムパワー&サーマルマネージメントシステム PTMS に他対して、15kW の冷却能力を要求し、P&W は要求された冷却能力を満たすため PTMS に供給するブリードエアを確保したとしていたんだけど、機体を製造するロッキード・マーティンは PTMS が F-35 のサブシステムを冷却するにはブリードエアの抜き取り量を、さらに増やす必要があるとして2013年に PW に対して F-135 の設計変更を要求していたよ。しかし国防総省では、F-135 の設計変更にかかるさらなるコスト負担と導入スケジュール遅延の影響を検討した結果、F-135 の設計変更を行うには手遅れであると判断したんだ。それに加えて、F-35 の最新型であるブロック4ブロック4の登場に際しては、F-135 ではその能力を 100% 発揮することが難しいとの指摘がアメリカ軍における F-35 の管理部門である F-35 ジョイントプログラムオフィス JPO から発せられるようになったわけだ。F-35 の最新型となるブロック4とは TR-3 テックリフレッシュ3テクニカルリフレッシュ3と呼ばれている最新のコンピューターハードウェアが搭載された機体のことを指し、それ以前の F-35A と比べて多くの機能が追加されて構成されており、これらの機能が全て実装されることによってコンピューターの処理能力が一層強化され、AI が搭載された無人戦闘機との共同作戦が可能になるだけでなく、パッシブセンサーで目標や脅威を探知する能力などもこれまでのブロックと比べて劇的に向上すると言われ、F-35 の機能をより引き出すことができるとされているぜ。ブロック4には高性能レーダー ANAPG85 やアップグレードされた ANASQ239 統合型防御電子戦装置、ANAQ40 エレクトロオプティカルターゲティングシステム EOTS 電子光学照準システム、ANAQ37 エレクトロオプティカルディストリビューティドアパーチャーシステム電子光学分散開口システム EODAS などが搭載された上に、それらを統括するには演算能力が25倍に強化された TR-3 のコアプロセッサやメモリユニットの刷新が必要不可欠であり、その作動には大きな電力が必要とされるほか、かなり高くなる発熱を抑えるために冷却機能が向上された冷却システムに対応するエンジンのアップグレードが求められるみたい。そのためアメリカ空軍は、エンジン内の空気の流れを3つに増やしてその空気流量バイパス比を変更することで、効率的にパワーと冷却機能を得ることができる、3層空気流型エンジン3ストリームエンジンテクノロジーという可変サイクルエンジンの開発を進めることになったんだ。その技術はアダプティブサイクル技術アダプティブサイクルテクノロジーとも呼ばれ、それが採用された次世代のエンジンアダプティブエンジンアダプティブエンジンを開発するための、アダプティブエンジン移行プログラムアペイティブエンジントランジションプログラム AETP の契約を、P&W およびゼネラルエレクトリック社現 GE エビエーションと交わしたよ。AETP ではアダプティブエンジンへの要求として、F-35 に搭載するために F-135 と同じサイズであることのほか、アフターバーナー使用時には43,000ポンド以上の推力を発揮する F-135 の出力をさらに 10% 向上させることと、燃費を 25% 以上向上させることを求めているね。AETP において、GE は XA100GE100 エンジンのプロトタイプを完成させ、2021年8月に実施したテストでアメリカ空軍が求める性能をほぼ満たし、
戦闘機エンジンとして可変サイクル能力を提供できることが証明されたとして、2025年には実機に搭載してのテストが可能になるとしたな。また、P&W でも AETP に基づいたアダプティブエンジンである XA101 を開発していて、フェーズ2までのテストがすでに実施されたとして、こちらもまた実用化は近いとしているぜ。しかし P&W 社では、アダプティブサイクル技術を F135 に流用したオプション開発が可能であるとして F135 の改良型の開発を進め、これによって F135 の性能推力を 10%、航続距離を 11%、耐熱管理能力 50% 向上するとした強化エンジンパッケージの開発案を JPO に提案していて、その結果 F135EEP-F135 エンハンスドエンジンパッケージを誕生させていたわけだ。アメリカ空軍とロッキード・マーティン、それに P&W と GE は、AETP を採用して F35 へのエンジン供給を P&W と GE の2社体制にするか、あるいはエンジンコアを改良した F135EEP を採用してこれまで通り P&W の単独供給とするかで議論していたけど、アメリカ議会は F35 ブロック4に搭載するエンジンとして F135EEP の採用を決定したよ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。